はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回は高校受験対策の図形シリーズ第30弾やっていきましょう。で、今回2問ありまして、久々にね、丸2が作図問題となっております。ただ、作図だと、いやー、プリントないんですけどってね、思う方はいるかと思うんですが、今回図1の二等辺三角形をみんなはノートに書いてもらえれば、書き方が合ってるかどうかのチェックでね、採点することができますので、ぜひね、そんな感じでやってみてください。 でやってもらった後に分かんなかったりねする問題があれば今から自分が両方解き方やっていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ画面下げますのでお待ちくださいいくよよっととこの辺がねでは参りましょう で作図問題なんですがまあまあ1番は違うんですけどねもうなかなかねいい問題なんですよ久々に受験に出てくる作図って結構基本的なものが多いんですけどあなかなか難しいの降ってきたなと思ってね採用しましたじゃあまず1番なんですが両方共通して AB AC ですこっちもねちょっとあの大きさ変えちゃってますけど AB AC の二等へ三角形でございますでえー、っと AB が9で BC が6かってことなので、まあ、書き込んでいきましょうかここが9ですねで BC こっちが6とで辺 AB 上に BE が3になるここですねここが3ですとなる点 E を取って、えー、っと各 BAC と BDE 各 BAC なんでここと BDE ここかが同じ、えー、等しくなる D を取りましたその時 BD 青にしましまょうかねここです、X、にししておきましょうここを求めなさいと。で、えー、まあこれを見た時にですねもう三角形が2個ありますとうん掃除かなと思ってください同じ形が出てくるならまあ合同でしょう使うのは。で違うサイズの何か似たようなね自分がよく「ドラえもん」のビッグライトとかスモーライトって話をしますけどこのちっちゃい三角形を大きくしてったらこいつになるんじゃねえかなと。 しかもわざわざ角度が1個同じって出してくれてるからさああこれは掃除条件2組の角が同じ等しいっていう掃除条件使って掃除って言わせたいんだろうなっていうことも意図して掃除を使っていきますまあ長さ求めたいしねでですね、まあ、今回証明がないのでちゃんと証明書かないんですがこの三角形 BDE こいつと BCA ここね大きな三角形は相似になってますなぜかっていうと、まあ、このね 角度がまず一個一緒ですよねあとこの部分ここ共通なんですよねちっちゃい三角形にもおっきい三角形にも同じ場所を使ってるから当然一緒でしょなので2組の2組の角がそれぞれ等しいので掃除になりますとじゃあ,あそれを使ってやっていきましょうで気をつけなきゃいけないのが形の向きが違うので対応するところだけ気をつけよう でまあ、自分ちょっとこのちっちゃい三角形外に出しますね、まあ、ちょっと小さくしておきましょうでここ右下はさ共通の角を使ってるから当然 B がここにきますでここに同じ角度が来るので D がここにきますよね D で残った E がここにきますい,いかねち、まあ、っちゃい三角形を取り出したらこうなりました で自分がよくやるのはその対応する辺の場所を間違うと困るので書き込んじゃいます今 BE って3ってなってるのでここが 3cm まあセンチないね3だねで BD 求めたいからここが X なんですよって書いたらさここに対応するのはここですよね X と Q が対応してるここに対応するのは当然ここですよね 3に対応するのはっって分かってかるこうやって対応するのがもう2箇所分かってるのであとは比例式ですねにしますだから x 対 9x 対 9=x 対9にしたのでこっち同じ順番でね3対6ってこれであとは OK まあなんかこっちを簡単にしても構わないけどそんな大きな数字じゃないんでねこのまま突っ走りましょう。 え外外中中にしてます外外掛け算すると 6x 中中するとくさん27ですね両辺6で割りましょう6分の27これ3でね割と約分できますので2分の9これが1番の答えになりますまあこちらはサクッとで2番です2番、えー、作図ですね しかもこれすごく問題ちょっと長く書いてあるんですけど言ってることめちゃくちゃシンプルで BC に平行これにね平行な線を引いてくれとピーピーってまあどこでもねわかんないけど引くとその時に引いたやつをえっと F と G 交点をね F と G にするんですよで三角形できるじゃないですかその三角形が元々の三角形の面積の半分にしてくださいと言ってます半分にしてください で、これまず書き方先にやります書き方先に伝えるから伝えた後にあそういう書き方するんだねふんで終わらずになんでその書き方によってその半分面積を半分にすることができるのかまで是非聞いてくださいそれが大事ここに関してはねでちょっとこれ、えっと、ホワイトボード用のコンパスとかは持ってないので手書きになってしまうんですがそこはねご容赦ください でまず何をするかっていうとじゃ書き方の順でやっていこうかやっていくこと、えー、1AB まあちょっと辺抜けたわ AB の垂直二等分線を書きます。でちなみに中学校で習う作図の技は3つです主に垂直二等分線角の二等分線そして垂線です垂線。 でその書き方が今1個数いったやつねや3ついったやつが書き方が頭の中でパッてもし出てこなかった方はえ右上のびっくりマークもしくは下の概要欄から作図の動画も撮ってますので是非チェックしてくださいその3つがあればどれを使ううかっていうだけなのちょっと今回の作図の問題は難しいんですけど受験出てくる作図の問題ってそんなにシビアなものばっかりではないのでその3つの書き方を知っておけばできますよっていう問題たくさんあるからね 普段作図嫌だなって思ってる方はぜひチェックしておきましょう。で書きます。AB の垂直二等分線どう書くかっていうとまずコンパスをこことここに刺します。で、まあ、適当に広げます。適当にね。広げて広げたまんまこっからシュッこっちも同じ同じね広げたまんま B に刺してシュッてやります。そうするとえー、っとこれがねフリーハンドだときついんだよね。まあ、こういう感じ。 シュッてしたままキュッて B に刺したままキュッてやるとこういう跡ができますでここの交点上と下に交点できるんでそこをつなぐんですこんな感じそうすると垂直二等分線っていうのは垂直になってるし AB を二等分半分する線なんでここに垂線、まあ、垂直なね線ができてしかも AB をど真ん中で半分にしてくれます で本当はこれ書かなくていいんですけどちょっとここあの説明上で使いたいので M ってさしてください半分になってるんで M ねはい垂直二等分線書きましたで次です2番何やるかっていうとコンパスコンパスで MB を取りますあ MB の長さを測った測ったさと M に針を刺して B に合わせてください 長さを取るんですすちょっと伸ばしますねで、MB を取ってここに刺したまんまこっちに長さを取ってくださいシュッて B の長さのまんまこういう感じで長さを取りますここ、M、コンパスで MB の一応書くか長さを取って M ここどうしようかな F と G は使うから H にしとく <laughs> ?H 取って H を作る作りますはいこれで結構準備ができました準備ができたで何してるかっていうと今ですねここにあこれちょっと待って黒にしときますね ちゃんとした回答を作るときは別にこの線なくても大丈夫です黒の部分はこれ今ね三角形 AHB ができたと思うんですけどこれ水えと、ー、直角二等辺三角形になってます直角二等辺三角形ここ直角なんですよで二等辺三角形ここの長さが一緒のあの三角定規の一つですここ45度になってますこれがポイントなんだけどねここに45度を作ったことがもちろんこっちも45度 っていうのを作りました。でラストですラスト最後にやることがえっ、ー、と A に針を刺してくださいコンパス A に針を刺して AH の長さで、えー、シュってしてください。つまり この、ね、コンパス A ね長さを取ってこっちの元々の三角形にシュッてやるんですこれちょっと最後赤にしとこうかここはここに針を刺してこの長さでえー、いけるかなこういう感じかなちょっと曲がったかなこういう感じで今できた交点こことここが求めたかった えっと、F と G かなどっちだ AB の交点を F だからこれ間違うとバツだね AB の交点こっちが F こっちが G となってこれで終了となります,すませんフリーハンドになってるんでね見にくいところあると思うんですがえ残しておかなきゃいけない線に関してはこの青のものここね と,えー、と赤の最後これですねこの線が残ってれば OK ですこの黒の三角形,三角形は書いてなくても大丈夫ですいい書き方としてはこうなるだから今回はさ F と G 見つけろってなってるんで三角形 AFG を書けって言われたらちゃんと線分引かなきゃいけないけどね引かなきゃいけないんだけど別にこれで OK だから三角形 AFG これが元々の三角形の面積半分になってるさあ解答はここまでですここまで ただここがちょっと長くなります。説明がね。いいかな。さて、じゃ、あなんでこうなったかっていう話をしていきます。これは、目、三角、えっと、相似比、えっと、三角形の面積の相似比の話になるんですけど。あ、伸ばしちゃうか。こうなった時に。このちっちゃい三角形と、大きな三角形は当然相似になります。 こう平行にしてるからね今平行になってるから掃除になるとまあこれはいいと思うんですよでこっちの三角形が比が1だとしますじゃあ外の三角形の長さが2だとしますい ?2, 2その時相似比は1対2ですじゃあ面積比はって言われたら面積比って2乗しなきゃですよね 1>, 1対2をそれと1と2を2乗するから面積比は1対4になっちゃうんですよ1対4でも今やりたいことって面積比を1対2にしたいのね面積比を1対2にしたいの半分にしたいから面積じゃあ逆に考えます面積比を1対2にするには掃除比何対何だともともと2乗して1対2にすればいいんだからこっちはまあ1でいいですよね でこっちは2にすればいい。掃除比が1対ルート2になってればそれぞれ2乗するので面積は1対2になります。だから作りたい比率としては1対2の場所を探したいんですそれを見つけに行ってんの。1対ルート2にしたかった。F と G を両方ね。 でいきなりさここで上 <laughs> 規で測るもできないわけよ作図しろって言われてるからじゃあどうするかって言った時に1対ルート2が出てくる身近なものって何って三角定規なんだよねあの直角二等円三角形こいつです今書いたこれが身近なのだってこの直角二等円三角形なってれば1対1対ルート2ですもんね三角比のところになるえっとえっと、三角比かな三角比じゃない あれ、どう忘れてたぞ。三平、え、三平方だ。ごめん。三平方の定の時に出てきますけど、これがあると。じゃこれをうまく使っていきます。で、やってることは、まず垂直二等分線に書きましたよね。で、書いて、ここに作りたいんですけど、まず45度のポイントがわからないの。じゃあ、大きな三角形にチャレンジする前に、答えぐちゃぐちゃしちゃうけどごめんよ。ここです。ここに、こいつ。 直角二等辺三角形を作ろうって考えた。でまず垂直二等分線書いた時点でここの垂直垂,垂直に関しては保証されてるじゃん垂直二等分線書いてるからね。じゃあここを同じ長さこことここを同じ長さにしちゃえば垂直二等分線あっお前直角だ直角二等辺三角形が出来上がると。だから M に刺してここの長さを取って下に引いたのこのこ長さとこの長さを同じ長さにするために2番の作業をしましたそうすると直角二等辺三角形になるので90 45 45が保証されるここに45度を作ることができたんだよねじゃあ,あここに45度を作れたここにね H 見つけたからじゃあここにこの大きなこの三角形を作れば ここ45度。で、こ最初水線引いて半分半分だから同じように書けば対称性でこっちも45度が保証されるの。なので45、45残ったのは90度じゃん。直角がここで保証される。直角二等円三角形ができましたと。い,いで、なんで直角二等円三角形作ったのかっていうとさっき言ったここが1対1対ルート2なの。 全体が全ルート2って比率を作れたのこれでで、しかも都合よく1もあるのじゃあこのごめんなごちゃごちゃしてるけどねここの長さをここに持ってくればこうやってコンパスを刺してね持ってくればここの比率が1なんだからここの比率も1になるじゃんつまり1対ルート2が作れるので 作業工程としてはこうなりますいいかなあのおそらくこれ早送りしてね最後に答え見つけて見に行った方分かんねえよってなってると思うのでちょっと途中の答えのところを切り抜いてね今ちょっと貼っておきます答えが分かるようにしてありますけど、まあ、是非ねこんな感じでやってみてくださいおそらくこれ今説明聞いてああなるほどってかなりしっくりきた方でももう一回書こうと思ったら「あれこれ次何やるんだっけ?」って止まる可能性があるので。 あの必ずね復習してもらって是非ねえ自分の力というかもしねこれ本当にこのまま出てくる可能性もあると思うんだよねすごいシンプルだからだ直下げと二等円三角形面積半分にしようぜって言ってるだけだからさなので書き方を覚えておいてもらえたらと思いますでは今回はね高校受験対策の図形シリーズ第30弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました